シーソー式、ロッカーアームとロッカーシャフトロッカーアームとは、レシプロエンジンにおける、同弁形部品の一つで、カムの力を受けて、バルブを作動させる役割を果たすものである。レシプロエンジンの中でも、オフや、サイチェシー、DOHC といった同弁形式に用いられている。一般的には、シリンダーヘッド内に取り付けられている。カムシャフトのカムさんの外周輪郭に沿って、 平身運動を生み出し、それをバルブに伝えることでバルブを開ける。バルブを閉じるにはスプリングを利用するが、特殊な例としては、デスモドロミック式エンジンのように、バルブを閉じる役割もロッカーアームで行う場合がある。カムからロッカーアームへの伝達は、サイチェシーのようにカムから直接伝えられる場合と、オフのようにプッシュロットを介して伝えられる場合がある。ロッカーアームからバルブへの伝達は、 た押しとすることが一般的である。ただしタペットアジャストスクリューやタペットシムあるいはラッシュアジャスターといったバルブクリアランスを適正にするための機構がこれらの伝達経路の途中に挿入される。ロッカーアームは固く人生の大きな鋼の単造品で作られる場合が多い。さらにカムやバルブとの接触面には大麻耗性に優れた特殊合金が接合されたり、 筆クロム等の硬質のメッキ処理が施されるなど、対摩耗性向上や、修道抵抗低減を図られることが多い。中には、さらなる対摩耗性向上や、修道抵抗低減を狙って、接触面に頃軸受けなどの軸受けを採用するものも、ある。シリンダーヘッドに固定される部分が、支点、カムからの入力を受ける部分が、力点、バルブを押し付ける部分が、作用点となり、 テコの原理で作動する。これら3つの位置の設定によりテコ、比を変更し、カムさん高さに倍率をかけて、バルブのリフト量を大きくできるところが、ロッカーアームの最大の利点である。このテコ比は、一般的に、ロッカーアームレシオと呼ばれ、視点から接点までの距離を位置として、1.4レシオ、1.6レシオなどといった形で表記される。その他の利点としては、作用点が、 二股となったロッカーアームを用いることで、一つのカムで二つのバルブを作動させたり、斜めあるいはクランク状のロッカーアームを用いることで、カムとバルブの位置関係をオフセットさせたりもできる。また、バルブスプリングの反力をカムが直接受ける直出し機と違い、ロッカーアームによるテコを介した方が、カムシャフトの回転抵抗が少なくなるという利点もある。欠点としては、 ロッカーアームの完成質量により、高回転域でのカムへの追従性が悪くなると言われている。実際には、てこの原理で、直打式より小さな力でバルブを動かせる、ロッカーアーム式の方が同弁形を軽くできる場合も、あり、この点では、必ずしも直打式の方が優れているとは言えない。また直打式では、リフト量は、バルブリフター系の制約を受け、 リフト量に応じたリフター系が必要となる。このため、ハイリフトになるほど大きなリフター系が必要となり、結果的にリフター系の拡大による完成質量の増加、修道面拡大による抵抗増を招く。一方で、ロッカーアームではリフターは存在しないため、リフト量とロッカーアームの設計次第で、自家出し機よりも完成質量を低減することもできる。 実際にハイリフトとともに、完成質量の低減が必要となる、会一カーや、高回転、高出力の市販車などでは、自家出式ではなく、スイングアーム式、ロッカーアームを用いるケースがある。このケースでは、カムシャフトは、バルブの軸線上に位置し、力点と作用点はほぼ同位置のレバー比がほぼ1となるなど自家出式と、類似したレイアウトとなる。しかし、高回転エンジンでは、 完成質量像を招くローラーフォロワーは好まれないためスリッパー式が選ばれることが多くさらなる軽量化のためロッカーアームの小型化が要求され修道面積も制限されるこれにハイリフト及び高レートなバルブスプリングからの高荷重が加わることで修道面は厳しい摩擦と高い面圧にさらされるためロッカーアームの修道面には高い耐摩耗性と タイピッチング性が要求される。さらにラッシュアジャスター機構を採用した場合、直打式では上下動するリフター内に機構を内蔵することとなり、完成質量の増加を招くが、スイングアーム式では稼働しない視点部位にピボットを置くため、完成質量の点では有利となる。しかし、ピボットによるロッカーアームの保持は合成の不足。 高回転でのロッカーアームの脱落が起きやすいこともあり、必ずしも高回転で有利というわけでもない。この関係から高回転化する場合、ラッシュアジャスターから固定ピボットに置き換えるケースもある。また、ロッカーアームは硬い金属製とはいえ、バルブが叩く際の衝撃でわずかにたわむために、高回転域ではこのターミが問題になる場合もあると言われる。 しかしこれもオフのプッシュロットのたわみに比べれば小さく、相対的には大きな問題とは言えず、特に力点と作用点が近いスイングアーム式では無視できる範囲である。その他の欠点としては、新装式ではロッカーアームの長さを確保するためにバルブハサミ角が大きくなりやすく、結果として燃焼室や吸排気ポートの形状に制約がかかり、 エンジンの高効率化がしにくいという面がある。逆に DOHC のスイングアーム式では自家出式よりも強格化を行いやすいため自家出式からロッカーアームに変更することで強格化を行うエンジンもある。またスリッパー式ロッカーアームでのカムの潤滑は自家出式よりも不利とされる。これはスリッパー式ロッカーアームでは修道面が 純滑り接触であり接触面も限定されるのに、対し、直出式では、カムとバルブ軸をオフセットすることで、リフタが回転し転がり接触成分が発生。リフタの接触面も限定されないなどの理由がある。しかし、後日のローラーロッカーアームにおいては、転がり接触が主体となるため直出式よりも潤滑は有利となる。このため近年は、ローラーロッカーアームの採用が増えている。 ラッシュアジャスターを用いない場合、タペットクリアランスの調整が必要となる場合があるが、シム調整式以外のロッカーアームの場合、アジャストスクリューによって簡単に調整できるという利点がある。自家出式の場合、シムもしくはリフターの厚みで調整する必要があり、その分だけのシムもしくはリフターが必要となる。カムとの修道面に配されるアウターシムのリフターで、あれば特殊工具等により、 カムシャフトを脱着せずに、シム交換をすることも可能であるが、バルブと接するリフター内部に配されるインナーシムや、シムをなくしリフターそのものの厚みで調整する、シムレスリフターの場合は、カムシャフトの取り外しが必要となるため、調整作業における手間は、格段に増える。カムプロフィールの自由度という点では、カムとの接触面が平面となる直家式では、 対応が困難なオーカムに対しても修道面が一定の突局面もしくはローラーであるロッカーアームであれば対応できるため有利と言えるロッカーアームはその形状によりシーソー式とスイングアーム式の2種類に対別できる視点が中間にありその両端に力点と作用点があるものをシーソー式と呼ぶ基本原理は第一種テコでありカムから入力された力は 視点に対して、ほぼ点対象の方向へ出力される。この方式では手こ比を大きく設定しやすいために、バルブリフト量の増加の効果が高いのも利点であるが、後述するスイングアーム式よりも全長が長くなることが多いので、たわみが発生しやすい。この方式は、オフのほぼすべてとサイチェシーの多くで採用され、通常ロッカーアームといえば、こちらを指すことが多い。 OHC の場合には、シーソーのカムシャフト側にカムさんとの接触面が設けられ、バルブ側に調整タペットが設置される場合が多い。オフの場合には、プッシュロットがカムさんとの接触と調整タペットの両方の機能を持つため、シーソーのプッシュロット側にはロットを受け止める応面が設けられ、バルブ側にスリッパーのみが設けられる場合が多い。支点が一方の端にあり、力点が 中間に、もう一方の端が、作用点となるものを、スイングアーム式と呼ぶ。基本原理は、第2指テコあるいは、第3指テコであり、カムから入力された力はほぼ同じ方向へ、出力される。この方式は、デコ比を、シーソー式ほど大きく設定しにくいために、バルブリフト量の増加の効果は低いが、その分、ロッカーアームのたわみ量も、少なくできる。スイングアーム式。 ロッカーアームは、サイチェシーの一部と DOHC の一部で採用される。構造上、自家出式よりもヘッドカバーがやや高くなり、同等のバルブハサミ角を確保する場合は、ヘッド幅が大きくなる。ロッカーアームはその機械要素上、接触面や視点に大きな摩擦抵抗が発生しやすい。これを解決するために通常は、各接触面にエンジンオイルを供給する。 オイル経路が設けられることが多いが、さらなる抵抗軽減策として、ローラーロッカー構造が採用される。ローラーロッカーは、力点にニードルローラーベアリングを内蔵したローラーを備えたもので、機械要素としてのカムフォーロアの概念を導入したもので、ある。ローラーがカムとロッカーアームの間で回転することで、摩擦抵抗を低減し、よりスムーズな動作を実現する。 ローラーロッカーアームに対して通常のロッカーアームはスリッパー式と呼称されることが多い。シーソー式、スイングアーム式の双方にこの方式が存在する。カムシャフトを回転させるための損失はバルブスプリングが硬くなるほど大きくなる。高回転エンジンになるほどカムへの追従性を上げるためにバルブスプリングに硬めのものを選択せざるを得なくなるので。 このような形式のものが登場した。OHC の場合には、アームのカムシャフト側接触面にのみローラーを備えるが、オフの場合には、プッシュロットのカムシャフト側先端にローラーを設けた。上で、ロッカーアームのバルブ側接触面にもローラーを設けた。構成を採用する場合も多い。両者とも高性能なものになると、ロッカーアームの視点にもベアリングを内蔵しているものも、ある。メリットとしては、 自家出式やスリッパー式が滑り摩擦なのに対して、ローラー式では転がり摩擦が主体となるためフリクションや摩耗を低減することができる。特に境界摩擦が支配的となる低回転域ではその恩恵は大きい。近年では低粘度な少年費オイルの使用が多くなってきているが、低粘度なほど境界摩擦は増えるためローラー式のメリットはさらに大きくなっている。 現段階では低粘度オイルの規格上の HTHS 粘度は 2.6CP 以上となっているがこれを下回ると滑り摩擦条件下では摩擦と摩耗が増大するとされている。今後さらにオイルが低粘度化された場合、ローラーロッカーアームはさらに重要になってくるものと思われる。欠点としてはローラーが付加される分、アームの完成重量が スリッパー式よりも増大しがちな点やローラーのベアリングが摩耗するためスリッパー式よりも耐久性に劣る点などが挙げられる。ローラーの材質によってはカムさんへの攻撃性も高まる場合がある。また、ローラーを採用することでカムさんとの接触面の曲率がスリッパー式から変化することが多いため、同じバルブタイミングでも異なる形状のカムさんが必要となる場合も多い。 このような理由からローラーロッカーアームを採用する場合、ローラーカムと呼ばれる専用のカムシャフトと組み合わせることが一般的である。現在では少年費、高回転を謳うエンジンの多くに採用されている技術だが、海外ではフォート V8 やハーレーダビッドソン、ミニクーパーなどのオフエンジン向けのアフターパーツとして販売されていることも多い。 アフターパーツのローラーロッカーアームはアーム重量を少しでも減らすためにアルミ合金などの軽量な材質を使用していることもありオフエンジンを高回転、高出力型にチューニングする際には欠かせないパーツの一つともなっている。以前までの国産車では消費気量車が多くコスト等の制約があったこともありローラーフォロワーを採用する車両は海外に比べあまり 多くはなかったが、現在では多く車両で採用され、主流に近いものとなっている。同じエンジン形式であっても途中から燃費向上などのために、自家出式やスリッパー式から、ローラー式に変更されたケースもある。ホンダ D15A 型4気筒サイチェシー12、ボルトエンジンのシリンダーヘッド。このようなクロスフロー配置の場合、単純にレシオのみ変化させると、 バルブオーバーラップに悪影響を及ぼす。ロッカーアームレシオとは、ロッカーアームの視点、力点、作用転換の長さの比率で、ロッカーアーム比とも呼ばれる。1、1.4などの数値で表され、ごく一般的には1、1.5や1、1.6などに、比率が大きくなるほど、同じ大きさのカムさんでのバルブリフトが増大する。しかし、レシオの数値算出方法は、 比率の基準となる位置の数値をアームのどの場所の長さとするかによって同じ数値のレシオでもアームの形状が大きく変化する。大きく分けてロッカーアームのカム山側を基準とする場合とバルブ側を基準とする場合があり、それによってレシオを増大させた場合のバルブとレーンの動作の変化に違いが生じる。レシオの位置の基準をカム山側としている場合にはレシオが大きくなるほど バルブ側の腕の長さが長くなっていく。このタイプの場合にはレシオをいくら変更しても、カムヤマ側の腕の長さが変わらないため、アーム変更に伴いカムシャフトを交換する必要がないメリットがあるが、バルブとタペットの直接の位置関係がずれてしまうために、ヘッドの加工やバルブステムの長さ変更なしに極端に大きなレシオの変更は行えない。設計段階から、 レシオの極端な増大を前提とする場合には、バルブハサミ角の増大が不可避となる場合もある。レシオの位置の基準をバルブ側としている場合には、レシオが大きくなるほど、カムヤマ側の腕の長さが短くなっていく。カムシャフトとの同時交換が、バルブタイミングの微調整のみでヘッド側を大きく変更することなく、アーム比をある程度自在に変更することができるため、 現在のエンジンの設計変更においてはこの手法が主であるが、カムシャフトはそのままで単純にアームのみを高レシオのものに交換した場合には、バルブリフトは増大するが、バルブタイミングがそのカム全体で一定の角度ずれる傾向を示すことにもなる。このバルブタイミングのずれは、カムシャフトの回転方向とバルブの位置関係により相対的に変化する。例えば、 時計回りに回転するカムシャフトの右側に、吸気バルブ、左側に排気バルブが配置される。クロスフロー燃焼室の再チェシーの場合、レジオのみを大きくすることで、カムシャフトに対して、右側の吸気バルブは早く開いて、早く閉じ、左側の排気バルブは遅く開いて、遅く閉じる傾向を示す。つまり、バルブオーバーラップが減少することになる。トヨタ 3AU 型エンジン。 ロッカーアームがすべて左側に寄っているため、レジオを変更してもバルブオーバーラップ自体には影響が出ない。吸排気療法のロッカーアームがカムシャフトに対して左右肩側に集中して配置されることの多いターンフロー燃焼室のオフや再チェシーの場合には、吸排気療法のバルブタイミングが一定量早まるか遅まるのみで済むため、 ダイヤルゲージでの測定に基づく調整式、カムスプロケットでの再調整のみで対応が可能であり、ロッカーアーム式 DOHC の場合も、吸排気のバルブタイミングを独立調整できるために、カムシャフトを変更することなく対応することが可能であるが、クロスフロー燃焼室のオフや再チェシーの場合には、バルブタイミングとバルブオーバーラップをアーム変更前に合わせるためには、原則として、 ハイ、はい、カムをはじめとする高レシオアームに対応したカムプロフィールを持つカムシャフトへの交換が必須となる。ありがとうございます。